お世話になります。一人でございます。少し遅れましたが、3月27日に配布されたポケモン集めようガイドツタヤで手に入れてきました。夜10時半に20代中盤のいい大人がね、この無料でもらえる冊子をわざわざツタヤに一切何も買わずこれだけ取ってきました。で、これで何ができるかと言いますと、シリアルコードがついておりまして、それで大クリスタルを手に入れることができます。そしてソードなら氷立方、シールドなら石変人をゲットすることができます。しかも以前コロコロ特典であった通り、あのね、ミヤリ島跡地をね、また使えるわけでございます。あの怪しい場所で出るので、どんなレアな答えが出るか非常に楽しみですね。とりあえずやっていきましょう。はい、じゃあまずは不思議な贈り物から受け取っていきたいと思います。不思議な贈り物を受け取るで、シリアルコードで受け取るですかね。 OK、 じゃあ行こう。オッケー、入力完了と。オッケー、大クリスタルプレゼントということで受け取っていきましょう。はい、来ました。どうも、お久しぶりです。ちなみにシリアルコードって2020年の4月30日までしか使えないらしいので、そこご注意ください。はい、どうも、大クリスタル星 &603×1。 名前つけろっつってんじゃん。名前つけとけよ。何をやっとんねん。はい、それでは見張り島跡地まで行きましょう。今エンジェスセリーの前にいまして、ここから右側ですね。右側に行きまして、目の前にあるあの塔に行くわけでございますね。あの怪しいあの塔から出てくれるということで、ありがとうっていう感じなんですけど、行きますよ。で、はいはい、来まして、はい、まあ、こんな感じで、相変わらずいいとこですね、ここは。はい、じゃあやっていきましょうか。バックから見まして、道具のところから、はい、どうも、使った日にワイルドエリアの見張り島のダイス穴から氷っぽが現れる。サンキューベリーマッチ。ちなみにこれ大クリスタルは使うとなくなりますが、当日23時59分までは勝つまで何度もマックスレイドバトルに挑戦できますと書いてありますので、一回使ったら終わりですし、時間決まってるのでご注意ください。はい、じゃあ使っていきましょう。使うと、ワイルドエリアのダイス穴に氷っぽが出現した。ありがとう。で、今この冊子見てたんですけど、推奨レベル15レベル以上ですよ。低すぎだろ、さすがに。いくらなんで。うわ、すげえ、光がえげつね、まぶしい。まぶすげえ、このまぶしさ、なんか前よりすごいんだけど。なんでこんなすごいの。いかつ、いつの間にかこんな成長。おい、ゴース、お前どけよ。ゴースに捕まらないより、おい、来た。よし、ここで、ちょっと待った。目の前に来てちゃんとやろう。レポートに記録しますか。はい、で、ちゃんとやっていきましょう。はい、来ました。1かよ。星1って逆にあんま見たことないんだけど。マジで超子供向けっていう感じですね。よし、行きましょう。はい、どうも。地味にソードで氷っぽってマジでありがたいっすよね。まあ、持ってますけど、そこそこいいなって思いますね。行くぜ。火の粉。全然いい技覚えてない。火の粉で倒します。火の粉で終わったし、火の粉で一発ってやばいでしょ。超弱いじゃん、マジでガチで。一発で初めて倒したんだけど、ウルトラボールでも使おう、適当に。別にいらないから、ボール。よかった、とりあえず捕まえましたね。アイテム全然良くないっすね。経験は XS7 個、 S2 個、ダイマックスアメ2個、全然良くないっすね。はい、消えちゃいましたね、悲しい。まあ、とりあえず見てみましょうか。はい、じゃあ15レベルのコリポ見ていきましょう。あ、意外と 3V じゃん。すごいね。意外と。ただ、性格はどうなんすかね。これ、いいのかな、悪いのか、ちょっとわかんないですけど。15レベルでゲット。で、アイスフェイスですね。これは特性、だから夢特性とかでもないっていうのが、ちょっと残念ですよね、これ。別にそういうのがないですから、こいつもともと。技、粉、雪、ねえ。と、あと、ウェザーボールと白い霧とつらら落としということで、ナイスじゃないですか。おとなしい性格で見張りと跡地で、会ったということで、ありがとうございますと。リボンは持っていません。ウルボでゲットさせていただきました。やっぱ無料冊子というだけあって、しかも名前的にポケモン集めようガイドですから、結構子供向けみたいな感じの内容になってるかもしれないですね。20代中盤の私が10時半にわざわざこれだけ取りに行ったこじきプレイ、マジで悲しいですわ。あと言うの忘れましたけど、大クリスタル使った後に本体の日付と時計を設定し直してしまうと、マックスレイドバトル終了してしまうので、そこもご注意ください。日付変更しょっちゅうしてる方はね、かなり気をつけた方がいいですよ。はい、私シールドも持ってるので、シールドでもやってみたいと思います。はい、こちらでもありがとうございます。ちなみにこれシリアルコードちゃんとね、別の使っています。私2枚もらってきたので、よかったですわ。同じやつ入力してもできなかったんでね、そこ注意してください。星 &390 って、だから大クリスタルっていう名前つけろよ。また私エンジンステリーの前にいますので、行きましょう。じゃあここからやってみましょうか。あそこの目の前に行かないで、それで使ってみよっか、道具を。ここで使ったらどうなん、使える。ダイス穴に
石エンジンが出現したということで、こっちシールドでは石エンジンですね。おーすげー発生してますね。ちゃんとあそこで使わなくてもここで使っても反応するということで、なかなかシャレオツピーポーですね。それはとりあえずここもう一回挑戦していきましょう。はい、石エンジン来ました。1すごいな、1ってマジで。私ドラパルトしか持ってないのでこのまま行きたいと思います。うわでっけー、いいね。こいつの股の間通って遊びたいよね。ドラゴンアロー行こっか。ドラゴンアロー行け、てやっぷバーン。普通に一発では死なない？一発で死んだ。ドラゴンアローの一発目でやられるっていうね、なかなかの石エンジンさんですね。ありがとう石エンジンを捕まえたと。ラッキー、ありがとう。ちょっとアイテム多いっすね。 TK アメ XS7 個、まあ、この辺りは一緒で、バンジの実、ウブの実、星の砂、星のかけら、こっちの方がアイテム多いし、シールドの方がお得ですね、これ完全に。あ、そうだ、まだこのシールドの方ジャッジ機能ついてないんすよ。だから個体値見れないですよ。多分3倍でしょう、でも。多分予想としては。はい、石エンジン来ました。15レベル。パワースポット特性。まあ、これは夢特性ないですからね。はい、それで技は6カット岩石封じ、当選簿岩なだれ。まあ、おとなしい性格ということで、おとなしい性格、さっきもおとなしい性格じゃなかったっけ？無料の冊子から手に入れられるからおとなしいってことかな。それは完全にシャレオツピーポーだよ。ということでまたね、今回ミヤリと跡地でポケモンゲットしましたけど、今回ほんと図鑑埋めのためにやるっていう感じですかね。ですからガチ勢とかの方にはあんまりおすすめできません。まあガチ勢の方の中でも石エンジンだけに弱いポケモンが大好きな変人の方におすすめでございます。テロリストじゃない、ほら